タタタタタタラダン。Highway to the danger おはようござ zone。つちゃちゃつちゃちゃつちゃ。おはよう。めっちゃ今盛り上がってたとこだった。 Into the danger zone よ。なんかさ、数日経ってるんだけど、やっぱいいですね、トム。もうね、悔しいけど、トム一色よ、ここ 数悔日。しいんだ。悔しいわよ。もう頭の中がデンジャーゾーンよ。ということで、トップガンマーベリックを見てまいりましたね。見てきましたね。いや、私さ、なんか、レイママと行こうっていう話をしてたんだけど、なんか前の知らないけど、いっかな、大丈夫じゃないみたいな話してたじゃないですか。いや、マジほんと見てよかったよ、前の作品。前の見なくても、それなりに見れるっていうか、前のと大して話違わないんだけど、でもなんか前のいろいろ回収してるからね。で、一応さ、丁寧に回想シーンも入れてくれてたじゃないですか。前後の流れ知ってると違うわーって思って。私たち劇場で結構あちこち泣いてたじゃない？そう、泣いてたな。 泣いてたけど、前の見てないとちょっと泣けないわよね。いや、なんか事実としては、なんかこの人死んだんだなとかさ、わかるかもしれないけど、見てるとね。しかもさ、なんかアイスマン？アイスマンガルキが、ルマね。そう、あれがさ、やっぱ同じ年を経てまた出てきてくれたじゃん。そう、トムも年を取ってんだけど、バルキルマーも年を取ってて、なんかそこがリアリティがあってよかったわよね。相変わらず丸いお顔だったわね。いや、かっこよかった。イケオチだったよ、もうイもう。ケオチ祭りで、もうメイコちゃん大変よね。で、何が一番のイケオチかっていうと、一番最初の冒頭のシーンの整備士さんですよ。それさ、トップガン？マーヴェリックじゃない方のトップガンの時も言ってたわ言よってね。た。あの整備士のおじちゃんの仕事っぷりと、あと太極拳みたいな、あの足伸ばしたポーズ。あれは体幹鍛えてないと無理よね。しかも足ピンって伸びてるじゃないですか。そう、かっこいいよね。割とお年なのに、あのポーズですおよ。と、お年かどうかはわ分かかんんないないけじど。ゃん。まあでも、イケオジだったから。あ、そうね。私、あのシーンで泣けます。ああ、のもうあ仕の事っ絵ぷり面で。だけでね、仕事っぷりでね。でもさ、あれさ、わざわざさ、なんていうの、毎回、前回の「トップガン」もそうだし、今回もそうなんだけど、後ろが夕日でさ、なんかこう、綺麗な背景で、そこでシルエットであのポーズでしょ？やってくれるわよやってね。くれますよ。しかも、なんかだから全こ体、のポーズですよ、このポーズ。これと、そのこポーれ。ズ、そうね。最高でしたね。かっこよかったかっよこよね。かったね。でもいちいちかっこいいのよね、何から何までね。もうやられたわよ、トムや以ら外れにまも。したよね。メイコちゃん的にはバルキルマの方がやられてたわよね。おじさまがね。いや、なんトかムね、も一応おじさまよ。トムもね、なんか、かっこいいんですけど、やっぱりちょっとさ、あの役柄が成長したって感じだから、ちょっとやんちゃなおっちゃんっていうのが残ってたじゃないですか。残ってるわね。だから親しみやすいのはあるんだけど、やっぱあの、恰幅と貫禄と、アイスマンいいわ。前の作品の時はなんかいけすかねえな、このやんちゃ野郎とか思ってたけど。前の時いけすかなかったの？前の時はね、あんま好きじゃなかったですね。そうなんだ。私ね、前の時はトムが好きじゃなかったんで バルキルマ結構ね、好きだったのよ。の時はね、あの、教官のおじちゃんですね。まあね、前は小僧しかいないからね。教官のおじちゃんかっこよかったんですよ。そうね。今回もかっこいいじゃない、いろいろそう、かっ偉いこよ人かっとか。た。偉い人みんなかっこいいわよね。トムのこと叱りに来る人とかね。だってトムさ、もうさ、60還暦近いのよね。還暦？なのに、まあ、やんちゃしてるじゃない？なんかさ、しかもさ、言うこと聞かない、お前は言うこと聞かないとかさ、散々言われてたよね。散々言われてた。あの人、トップガンの時からマーヴェリックまでの30年ぐらい空いてる間ずーっとやって怒られてたわけ。怒られてたのね。やんちゃばっかして、無駄に機械、機体を壊すし、経費の無駄遣いとかいっぱいしでかしてたわけよ。だってさ、なんか、軍規違反みたいなことめっちゃしてませんでした？めっちゃしてるし、今回もしてたわ 今ね。回もしてたよな。でもね、若い時は小僧が粋がってやってるようで、私はいけすかなかったんだけど、もうあそこまで年取ってやるとしょうがないやつだなって感じで、なんていうのかな、
こうちょっと愛情が芽生えちゃうわよね。なんかそう、俺が試してやるみたいな感じでさ、本当にさ、有言実行しちゃったのかっこよかったよね。そう、そうなのよね。あの、いろいろ難はあるかもしれないけど、腕は確かっていうところがやられちゃうわよね。ただ、なんか上司とか部下にいると大変ですね、あの人は。あの、隣の部署でも嫌よね。ちょっとあの、違う会社ぐらいだったらいいけれど。そうそうそう。いや、もちろんかっこいいんだけど。だから、あの、こう、影響を受けないような関係のところにいたいわね。部下とか上司。私、この人、上司ならまだいい。ブラック企業っぽくないですか？だって、友の会社。無茶やらせるわね。そうそうそう。なんか休日出勤とか普通にさせられそうじゃない？あ、そうね。ここで休日出勤しないとみんな命に関わるんだとか言ってね。そう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 。なんでそんな案件引き受けたんですか？みんなに言いそう。そう。ほんとね、これが俺たちの仕事だとか言ってね。納期絶対間に合いませんよみたいな。あ、で、その間に入ってる人がもう言いやられ、うん、辛いわ。え、違うわよ、私たち今日はトムがかっこよかったわねって話をするべきだと思うの。そうそうそう、トムかっこいいよ。こんなやつと関わりたくないとか言ってる場合じゃない。ダメ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 。いや、でもね、本当にね、あの、自分、実力があるからこそ何言っても許される的なのはすごい分かった。まあね、あと、あの、最終的に人が悪いわけじゃないからね。やっぱ自分のことはさておき、周りを考えてるじゃないですか、うん、一応ね、うん、結構あ、でもね、なんか私すごい好きだったのが、なんかその、うん、共感として2位につくっていうのにすごいなんかからかわれて、うん、なんか、いじめかよってぐらいに扱われてるのに、なんか結構、うん、ニヤニヤしてたところはね、私すごい好きだった。あの、若い、そう若い人たちに、若い衆に、若い衆に いじられて、そうそうそう、うん、で、なんか全部おごられて、挙句に追い出されてみたいなあれはまあ滑稽でよかったわね。そう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 。あと、なんかその、なんか彼女の娘さんと鉢合わせした時とかも、あのシーンはちょっと良かったわね。ね、なんかそういうね、笑えるシーンがね、楽しかった。なんかいい感じに年取ったから、あそこで笑いを取れるっていうの。なんかね、立場がやっぱり上だから、あんまりそれをさ、うん、こう、それだけを出してたら、なんか、うん、何でもできるやつじゃんこいつ、なんか、うん、気に食わねえなってちょっと思っちゃうけどなんかああいう風ないじられ方して、なんかちょっと、うん、苦笑してる感じのところがあったから、すごい人間っぽかったな。うん、ちょっと愛着が持てるもんね。うんうん、でもさ、この人さ、トップガンの、昔のトップガンの時も結構いじられキャラじゃなかった？なんかね、いじられてたんだけど、生きがってて、うん、あんまり受け流してなかった気がする。余裕がない感じだったね。うん、あ、それはやっぱり三十何年も経ってるから、少しは受け流せるように成長したんじゃないの？そうだね、やっぱ、その余裕がね、イケオジ。うん。あ、その余裕がね。うん。そう、年取っても余裕ない人は嫌よね。うん、で、今回さ、うん、あの、ハングマンって人もいたじゃないですか。あ、あの、若い中にね。そうそうそう。あれも、なんか昔のアイスマンみたいに、うん、なんか最初ちょっとすごい、やんちゃなんすよ、うん。自信満々のやんちゃ野郎で。っていう感じだったんだけど、うん、最後いい人になるじゃないですか。なるね。そう、うん。アイスマンもそうだったから、まあ、マンシリーズは、いい人なんだよ。うん、ちょっと生きがってるけど、って思って。だから、マンシリーズは、うん、あの、主役級のライバルキャラなのね。なるほど。で、ライバルだから最初は敵対してんだけど、うんうんうん、最後はあのトムとアイスマンのように、うんうん、そういう風になるみたいなね。そういう、なるほど、ライバル認定なんだと思うライバル認定か。そこだから、マンっていうのが出てきたら、もしあのトップガン3があって、なんたらマンって出てきたら、うんうん、それはもうアイスマンの同じ路線を行くっていう風に。マンシリーズは、マンシリーズは。でもさ、アイスマンってなんでアイスマンっていうさ、うん、名前なんだろうね。ねえ、クールな男とかなんかでしょって、うん、でもさ、クールじゃなくない？そうね。だってさ、結局さ、あの昔のトップガンではトムと張り合ってたわけだし、うん、新しい方ではさ、結局この熱い思いでトムをずっと裏から支えてたわけでしょ、うん、支えてた。すっごい熱い男よね。アイスじゃないわよね、うん、でもなんかみんなさ、アイスアイスって呼んでて、うん、ちょっとかわいい、う
他はみんな結構正式名称で言うじゃないですか、マーベリックとか、うん、あのコヨーテとかフェニックスとか、あのふあのマーとか言わないってことですか。そう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 、マーとかさコヨーとかさフェニーとか言わないじゃないですか、うん、でちゃんとなんか正式名称で最後まで言ってんのに、うん、アイス、なぜ長いからじゃない、アイスとマー5文字ですよ、5文字5文字フェニックスだって5文字、マーベリックなんて6文字。え、レイママだったらなんてつけます？何が？私が飛行機に乗るなら？コールサイン、そう、飛行機に乗るなら、え、もうそのまま、私好きなものの名前とかつけちゃう、肉まんとかね、とか。肉まんだったらマンシリーズだからいい人になるじゃん。え、ライバルか。そうだよ、そうだよ、優等生じゃなくてダメだよ。え、じゃあ私肉まんでパート2に出た時は肉って言われちゃうわけ。そうそうそう、肉って言われるんですよ肉まんで、肉は嫌ねごめん、笑っちゃった。肉まん、ちょっと肉まんハマってしまって。マンシリーズだからね、マンシリーズだからでも今回だから、あのミリオタ系の人とかさ、いろいろこう、うん、戦闘機好きの人とかは、うんうん、楽しめたんじゃないかなって感じはするよね。ね、なんかいっぱい出てましたもんな。うん、敵の第5世代のやつはやっぱかっこよかったよね。うんうんうん、怖かったよね、見た目。怖かったね、真っ黒だったもんね、うん、うん、ステルスがちゃんとしてるら、ステルス機能があるから、うん、あれはとか言ってたよね。でも今回さ、うん、レーダーとかでさ、なんかいろいろ戦略とか説明してたから、うん、割となんかね、ゲームっぽくて面白かった。あ、前の、あの前のってなんか雰囲気だったもんね。そう、ちょっとね、よくわからなかったんだけど、うん、なんか今回の方がなんかその辺緻密だったよね。そうそうそう、シミュレーションとかもちゃんとさ、CG とかで説明してたじゃん、うん、だからあれ戦略戦としてすごいね、私面白いなと思った、うん、でもやっぱり今回もトム祭りだったわね。ね、トムだったね。うん、まあ若い人も頑張ってくれてたけど、うん、いや頼りになるわよね、こういう人っていざって時ね、うん、ね、うん、もうでも笑い方とかがさ、昔のなんか、うん、普通のトップガンの時の笑い方と全く一緒で、ちょっとね、笑っちゃった。あー、顔がね、うん、表情がね。私見たのがさ、1週間前かなんかで見たから、ホットだったわけ。結構覚えてて、じゃあ余計にここはここをちゃんと伏線がとかね、うん、ほやほやだ、よかった。おそらく劇場に来て感動してた人たちは、うん、みんな30年前に見てるのを、あの思い出しながら見てたんだと思うのよね。もう一回見直したかもよ。あ、来るにあたって、うん、あ、来てるのも、あの皆さん30年前に思い切り楽しんだような年代の方たちばかりだったわよね。おじいちゃま多かったね。なんかあの普段映画とかあんま来なさそうな人とか来てたよね。そうそうそう、結構ね、うん、おじいちゃんがね、頑張って歩いてきましたみたいな、うん、ねえ、もうトム動員力もすごいね。ね、すごいねさすがトムだね。そう、さすがトムだよ、うん、いやもう今回はでも私途中で、まあトムがいろんな無茶しでかすじゃない、うん、まあ、トムがしでかしてるわけじゃないんだけど、都合いろんなことしでかしてなんかね、私頭の中でミッションインポッシブルの音楽が流れちゃったわね。ああ、むっちゃやるっていう点では一緒ですからね。で、なんかあの絶対なんとかしてくれるトムがって思わせるあたりが、うんうん、なんかちょっとね、いけないのは、映画が始まる前にさ、ミッションインポッシブルの予告編やってたじゃん。あった、来年公開って。そう、で、あれでさ、頭にさ、もうミッションインポッシブルの曲が流れるわけよ、うんうんうん、それでトムのなんかちょっとあの人飛行機乗りなのに、飛行機降りてもなんかやらかしそうに感じちゃったのは、うんうん、あの音楽のせいだと思うのよね。そっか、あの予告はやばいわよ。え、でも来年公開でしょ。でもさ、トムいつ休んでんの。だから彼はちょっと仕事中毒の人だからいいのよ。仕事してないと、そう、仕事してないと落ち着かないのよ。いやー、体壊さないでほしいね。元気でしょ。元気か。トムじゃないでしょ、壊すのは。周りか。トムさんもう勘弁してくださいって感じだ。そうそう、トムさんもう勘弁してください、もうしんどいっすよ、寝ていいっすかみたいな。そうね、やっぱブラックじゃないか。本当だ、ここでも。そうよ、どこでもね。いや、俺は
これ俺の作品、俺を喜んでくれる人のためなら何でもするぜって言って、まあ、トムが頑張るのはいいんだけど、周りのことも少しは考えてくださいってちょっとね思ってる人もいるかもしれないわね。なるほどね。私もいろいろちょっともうちょっとトムを掘り下げてみたいと思います。じゃあちょっとトム作品で面白いのをピックアップしとくわね、うん、よろしくお願いします。はい、ではでは、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。